はい、それでは前回に引き続き、今日はマンモウの型を作っていきたいと思います。まずは型紙用の画用紙に下書きをします。はがきサイズに入るように大きさを考えながら書いていきましょう。マンボウはなるべくシンプルな形にすると後でカッターで切りやすいと思います。大まかなシルエットはこのような感じです。で、こちらの方に、ヒレとか目とか口とかそれぞれパーツを書き込んでいますので、鉛筆の線の上から黒ペンで清書していきます。この細かい部分はなくても構いません。今回は分かりやすいように型を作る段階から目や口など入れています。では鉛筆線の上からなぞっていきたいと思います。この真ん中は一応線を入れましたが、こちらはグラデーションで表現するので、大体の、この辺りまで色を塗って、ここから下お腹ですね、この部分は白くしようと思っていますので、大体の位置を把握するために線を書き入れています。インクが乾いたら消しゴムで鉛筆線を消していきます。それでは、一番外側の輪郭に沿ってカッターでカットしていきたいと思います。はい、内側が切り取れました。まずはこちら外側の方ですね、こちらを使って描いていきたいと思います。